教員養成セミナー2月号パワーアップノート教育心理1の解説を始めます講師の古川ですよろしくお願いいたします今回は記憶物を覚えるっていうことについてキーワードいくつか考えていきましょうね私たち経験があります時間が経つと忘れちゃいます これは時間経過に伴う記憶の衰退これを世界で最初に実験結果として表したのがエビングハウスなんですエビングハウスは何したかというと死因母因死因という三文字からなる無意味つりを作りました例えば KIX HIS JAL なんか変だぞって感じがしますよね HIS 旅行代理店だし JAL は日本航空ですから 日本人はこれ無意味じゃないんですよ。でも形の上では死死因、因、ですね。このような一般的には無意味つづりと呼ばれるものを作ってそれを時間経過に伴ってどれぐらい衰退していくのかを示した結果そ,れその図が曲線です。でも日本人こうやって HISJEL は知ってますよね。ということは無意味つは無意味つづり。 という形では形は無意味綴りであっても自分にとって意味がある言葉だったら忘れないですねでただし例外的に記憶直後は思い出しにくいけれども少し時間が経つと思い出せるよっていうのは例外があるんですこの例外をレミニセンスと言いますこんなグラフ書いてみました 数多くの事項を一気に覚えたらどうなるんだろうっていうんですね横軸は定時順序です縦軸再生率をこんなグラフにしてみました数多くの事項からなるリストを覚えてここでテストしましたそして順番に再生率を求めてみたところ最初は比較的よく覚えているんですこれ初等効果と言いますでテスト直前はよく覚えていますねこのグラフ U 字型 これを系列1曲線と言います。リストの中央部分は覚えにくいんです。これ子どもでも大人でもみんなそうです。皆さんも大学で受講している授業、1回目って比較的よく覚えているんじゃないですか。何やったのか。もちろん先週は覚えてますけども、3回目、4回目、5回目なんての記憶の遥か彼方ですよね。このように真ん中部分忘れちゃうんです。 このような記憶を時間経過に伴って3つの段階に分けてみましょうということでそれが感覚記憶短期記憶長期記記記憶憶長です感覚っていうのは、まあ、ほぼ瞬間的に忘れちゃうようなものでも一旦脳には入ってるんですよ。これの中の視覚的なものをアイコニックメモリー聴覚的音に関する感覚記憶をエコイックメモリーと言います。 その中でほんの一部注意を向けたものだけが短期記憶になります短期記憶に保持できるのは7プラスマイナス2チャンクなんですただ7プラスマイナス2っていうと5から9個たった5個から9個ではないですよ大学で記憶の実験したいといやりました山風猫、根こんな2文字2文字の単語を全部で15個 順番に見せて、そして最後に思い出してごらんってやったら、一人全部思い出したんです。可愛くないですね。こういう子はね。どうやって覚えたかというと、頭の中に白い画用紙を用意して。山、船、船の上に猫が座ってるっていうような一枚の絵にしたんです。そうすると、十五個バラバラのものだったら、十五チャンク。だけども、その絵が完成度が高ければ、一チャンクになるんです。だから、まとめていったりすると覚えやすい。 5個から9個ではないですよその中から私たちが頭の中で繰り返し繰り返しやったりなんか語呂合わせをしたりすると半永久的に忘れにくい記憶となりますそのためには聖地下リハーサルをすると良いですただ単に繰り返すんじゃなくて似たもの同士をまとめてまとめて頭の中で繰り返すというような何らかの 心理的な処理処置を行った上で頭の中で繰り返すというリハーサルを行うと長期記憶になりますじゃあその長期記憶の中身どんなものがあるかっていって分けたのがタルビングという方ですこのタルビングさんに言わせると言葉で表すことができる宣言的記憶と表しにくい非宣言的記憶があります。 宣言的記憶の中に2つあってエピソード記憶と意味記憶エピソード記憶というのはいつどこで誰と何をしたっていうような個人的体験に基づく記憶です皆さん昨日の夜何召し上がりましたか覚えていますよね私たち一緒に食べてませんから知りませんだけれども皆さん覚えているじゃないですかそれはエピソード記憶 意味記憶言葉の意味とか普遍的な知識今私がお話ししていること通じてますね、うん、言葉の意味これ皆さんの意味記憶ですもう一個あるのがこれが手続き的記憶スキルや技能技など体で覚えたものですですから皆さんの今自転車に乗れるピアノ弾けるそういったスキル体で覚えたものです万が一万が一ね認知症なんかなっても できると思いますよ体で覚えたものはなかなか忘れにくいですでもう一つちょっと違う次元で記憶の言葉覚えておいてほしいものがありますそれがワーキングメモリーと言います小説を読んだりたくさんある試験問題を解いたり順番に、ね、解いたりするときに必要な記憶保持時間は比較的短いです でもそれだけじゃなくて自分で意識的に書き換えななけければいけない例えば推理小説を読んでいたあるところまでは A が犯人だと思ったから頭の中で「A 犯人」っていうイメージがありますよね記憶してますねでも途中で読んでいったらどんでん返しがあって A は無実だった「え誰だろう,こう犯人」「もしかしたら B かもしれない」ってって「B だったらまたどんでん返しで C かもしれない」って書き換えてますね頭の中の記憶。こういうのものを ワーキングメモリー作業記憶とか作動記憶と言いますこういった記憶も皆さんの日常生活にとっては大事なものですね記憶はいろいろなものがあって何とか記憶何とか記憶で分かりにくいかもしれませんけれどももう一回頭の中でもう一回整理してみてくださいじゃあこれで終わりにしましょう